はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は生ビール。こちら、アサヒのスーパードライから、新しいのが出ました。特別限定醸造の澄み渡る辛口です。なんかね、アサヒのスーパードライもね、いろいろ出ててね、これ飲んだっけなと思ってね。これ飲んだかどうかよくわかんない。なんか飲んでない気もするし、飲んだ気もするし、どっちかなと思って、まあ一応買っといたんですけど、どうやらまだレビューしてなかったみたいな。はい。2018年収穫の国産ゴールデン麦芽を一部使用しています。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が5.5%。これ原材料はスーパードライと全く変わってないですね。本当にね、スーパードライもほら、なんか、いろいろあるんだよ。本当に。いろいろあるからね、飲んだのか飲んでないのかっていうのがね、自分の動画を検索して、飲んだか飲んでないか、見たら飲んでなかった。では、乾杯。まい。これ、うまいな。あれ？これ、うまいぞ。なんだろう。スーパードライで、をね、飲んだ時に一口目に感じる、すごい芳醇な麦の香りがブワーってするの。あれ、わからないですか？なんかこう、久々にスーパードライ飲むなーみたいな感じで、飲んでみて一口目だけになぜか感じる、すごい芳醇な麦の、ものすごい香り。あれが、あれですね。あれの味です。あ、すごい。それが二口目も三口目も四口目も感じる。これはあれだな。俺が最近ずっとビール飲んでなかったからかな。これはちょっとわかんない。すごい。なぜかね、スーパードライだけなのかな。個人的にはスーパードライだけ。久々にスーパードライ飲むって時に、一口目だけなぜか、すげえ、芳醇な香りがむちゃくちゃ感じるんですよね。ブワーって。麦の香り。麦芽の。ホップの香りなのか何なのか分からんけど。ものすごい、ブワーってくんの。あれ、あの感覚俺だけなんかな。れ久々に当たりだな、スーパードライの、うんちゃらかんちゃらで。他にもあるんですよ、スーパードライの春麗辛口とか。あと、ドライプレミアムか。だったりとか、なんか、ギフト限定のスーパードライのなんとかかんとかとかね。本当にスーパードライは本当にいろいろあるんですよ。でもこれうまいな。あ、すごい。ずっと感じる、なんか。ずっとその味がすごい継続してるね。国産取れたて麦芽を一部使用し、澄み渡る辛口のうまさを実現した特別なスーパードライ。本当にさ、お前さ、朝日さ、特別なスーパードライとか抜かすけど、お前さ、一年に何回お前特別なスーパードライ出すんだよ、
本当に特別、はいこれ特別、はい次また特別、はいまた特別みたいな。お前何回出すんだよお前一年で。どこが特別やねんお前。ムカつくんだけどさ。いや、別に朝日を批判するわけじゃないけど、ぶっちゃけさ、お前特別特別特別って言ってさ、何でもかんでも特別特別って言ってさ、お前全部がもう特別じゃねえか、バカ。バカじゃんこいつは、本当に。お前はな、まあ別にスーパードライだ、普通にうまいんだけどさ、なんかさ、特別特別言ってさ、いろいろ出すけどさ、全部期間限定じゃねえか、お前。2018年の国産ゴールデンバクガを、じゃあ大麦を、国産ゴールデン大麦を収穫後、より早く、精麦した国産トレドテバクガを採用し、雑味を抑えた精量度の高い炭切り麦汁のみを使用。さらに雑味を抑えた、新技術のホップを採用し、アルコール度数 5.5% で醸造することで、雑味のない辛口のうまさとしっかりした飲み応えを実現しました。ちなみにこちらが、12月の4日発売となっておりますので、まあ最近ですね、1週間前ぐらいに発売されたやつ。これ久々にあれだな、ビールで当たりが来たな。久々にビールでうめえなと思ったの、これ久々だわ。久々だわ、これ。はい、でげねーん。こちら、今日買ってきました、つまみです。おつまみ、じゃあ、なんと、ペキーン！うまい棒のコーンポタージュ味。こちら、うまい棒の、これ、野菜サラダ味。これ最近ね、タモリクラブっていう番組がですね、まあ俺タモリクラブ結構好きなんですけど、ただ、俺自分テレビがないんで、まあ見れないんですけど、YouTube でね、上がってたんですよ。タモリクラブの動画がね。それでですね、うまい棒が確か40周年だったかな。何周年 ?40 周年だったか。これ明太味。っていうことで、うまい棒の特集があったんですよ。はい、これはチーズ味。ね。ただ、先ほどコンビニ行ってきてですね、ローソンとファミマとセブンイレブン行ってきたんですけど、俺が好きなサラミ味がなくて、まあ仕方ねえや、適当に買ってきました。適当に買ってきまして。はい、そしてうまい棒じゃなくて、だけじゃなくて、こちら、じゃーん！おつまみ、なんだこれ。一口おやつカルパス。これね。これ結構美味しいんですよ、これ。ね、野外っていう。これ10円。これ1個10円なんですけど。カルパス。ね、おやつカルパスってやつね。これ美味しいんです。これもね、久々に、これうまいよなと思って。買ってきたんですけど。まあまあ。まあ、これをつまみにね。野菜、ああ、でもあれなんだよな。個人的に、一番好きなのが、やっぱつまみってなるとうまい棒だとサラミ味が、サラミがね、一番うまいかなと思うんですけど。ちなみに、一番、日本で売れてるうまい棒の味がこちら。コーンポタージュ味らしいです。一番ね、売れ筋。うまい棒が確か、1年で10億本売れるらしいですね。確か10億本だったはずなんですよ。あれ、ちょっと。10億本売れてるらしいです。いただきます。
あ、うめえ。うめえ。うめえ。あの、ダイソーで、なぜかダイソーだと、あの、100円ショップのダイソーで、あの、うまい棒が、あの、ほぼほぼ全種類売ってるんですよね。で、確かタモリクラブの、そのうまい棒の回では、確か現状は21種類ぐらいがあるらしい。うん。という話です。あ、うまい、これ。また来年、あの消費税が 10% になりますが、うまい棒が、今現状、あの、税込みで10円なんですよ。これ知らなかったんだけど、税込みで今10円なんですけど、税込みで11円になるんではないかなと。まあ、あの、1割 10% ですからね、消費税。まあ、10% になるってことで、まあ、どうなるかちょっとわかりませんけど。この明太味っていうのが、まあ、個人的に結構好きなんですけど、あの、実はですね、明太味っていうのがですね、明太子の明太じゃないらしいです。実は、あの、うまい棒でプレミアムっていうのがあって、うまい棒プレミアムが1本20円のやつがあるんですけど、それに、あの、明太子味があるらしいんですけど、つまりこのうまい棒の明太味というのは、明太とは何なのかという。あの、タラの味らしいです。ググったところによると、明太っていうのはタラのことらしい、ね。うん。まあ、事実かどうかわかりません。うん。うん。あ、うまっ。うまい。うまいなあ。ああ、やっぱ明太味うめえな。ああ、明太味うまい。うまい棒。でも、うまい棒のさ、あの、納豆味ってあるんですけど、あの納豆味すごいですよね。なんか、ネバネバするんですよ、あの納豆味って。あの、ちゃんとあの、粘り気みたいなのも再現されてるのすごいよね。個人的には。そう思います。うまい棒の公式サイトに、今見てますが、うまい棒、とんかつソース味とサラミ味とチーズ味と照り焼きバーガー味と、コーンポタージュ味と野菜サラダ味と、明太味とたこ焼き味、チキンカレー味、エビマヨネーズ味、牛タン塩味、納豆味、シュガーラスク味、焼き鳥味、チョコレート味、コーンポタージュ味があるようです。うん、昔食ったことあるのが、あの、シュガーラスク味っていうですね。結構レアなんですよ、これ。シュガーラスク味。
分俺全種類食ってると思うんですけど。うん。まあ基本的に、まあ酒に一番合うのが何かって話ですけど、サラミ味かな。サラミ味が一番うまいんちゃうかな。まあ俺の個人論ですけど、個人的な話でいくと、サラミ味が一番うまいかなと思います。まあ、サラミですから、サラミは大好きなんだ、これ。サラミ大好きな人間なんだ。うん。あとは、個人的に、びっくりしたのが、たこ焼き味。たこ焼き味が本当に油で揚げたような感覚なんですよね。普通のうまい棒じゃなくて、なんか油で揚げたようなこのコーティングがされてるんですよね。うん。まあ、あれにはびっくりしましたけど。うん。たこ焼きの、表面の、カリカリっとした、油で揚げた時の、感覚。があるんです。うん。たこ焼きのさ、たこ焼きってさ、基本的にさ、なんかさ、へなへなーっとしてるやん。たこ焼き。やっぱでも、たこ焼きって言えば、なんか揚げたこ焼きが本当に美味しいですね。個人的には。なんかたこ焼きって普通のたこ焼きでしなしなしてるじゃないですか。しなしな。でも、揚げた、あれなんて言うんだっけ、あれどこだっけ。たこ焼きのさ、有名な店。どこだ？あ、銀だこね。銀だこは、築地銀だこっていう、たこ焼きの、有名な、お店がありますけど、この銀だこは揚げてるんですよ。だから、カリカリっとするんですよ。外側が。で、内側がトロッとしてるんですよね。昔、俺が大阪に住んでた時、道頓堀に、遊びに行って、ね、たこ焼き食べたことありますけど。ぶっちゃけそれよか個人的には銀だこの方がうまいです。あとでもうまかったのは、大阪しか多分売ってない、イカ焼きっていうやつね。これ知らない人多いと思うんだけど。イカ焼き。タコじゃなくて、イカ焼きっていうのがあるんです。大阪に。あれがすごい美味しかった。これイカ焼きっていうのは何ぞやっていう話なんですけど、簡単に言うと、三角形のね、なんか、まあ、タコ焼きを平べったく、したような、生地。俺が食べたところはね、こう三角形のね、たこ焼きをこう潰したような感じのペラペラの、まあペラペラっていうのもあれだけど、うん。そういった感じの、商品で、まあ中にまあイカなんですけど、あれ美味しかったです。うん。イカ焼き。初めて食べましたね。俺初めて食べたの確か、高校生の時に大阪に、修学旅行で、あれ行ったんだったっけな。あ、京都に行ったのか。京都に行って、
修学旅行で京都に行ったんですけど、その時に大阪に行って、自由行動の時に大阪に行って、食べたんです。これ美味しいんです、これ。今見ると、イカ焼き。大阪名物イカ焼きって。形が、半月。円を半分に切ったような形のやつ。これ美味しいです。うん。これ美味しいんだ、本当に。これは、ぜひ。食べていただきたい。大阪のね。うん、たこ焼きはね、別に、あれでいいわ。東京に売ってる銀だこの方が多分うまいと。でも、イカ焼きは売ってないですからね。大阪にしか売ってない。絶対。はい、こちら、カルパス。一口、カルパス。おやつカルパス。いただきましょう。そういえばさ、関係ねえ話だけど、俺が30歳になってから初めてさ、うわぁ、年取ったなぁと思うのが、スーパーとかで買い物行った時にレジ袋を渡されて、このレジ袋を渡されて、そのレジ袋さ、こうやってさ、開く時に、もう指がさ、カッサカサでさ、開けないんですよ。だからこう、水のさ、ついたスポンジみたいなのが置いてあるでしょ。で、それピッてやって、ピャッて剥がすんだけど。あれが20代の時は全くあんなのなかったのに、うわーって、自分でも年取ったなーと思うわ。はい、いただきます。あ、うめえ！あ、うま、これ。ん？ああ、でもうまいか。ちょっとあれな、塩分がちょっと足りないな。うん。ちょっとや、もうちょっと、酒に合わせるにはちょっともうちょっと塩分がいるわ。そう思いませんか？レジ袋をこうやって開けるときに。あれ、個人的に自分で、自分で、うわーって思いました。うわー。自分30歳になったんだなっていうか、年取ったな、こいつ、みたいな。20歳のときは、全然なかったのに。もう水分がさ、指にさ、全然あったのにな。なんていうか、すごいショックですね。あ、うまい、これ。これ、ちなみにアマゾンで、50個入りで、割と安く売ってるんで。これだぜ。こんな熊のマークとかさ、熊のさ、絵が描いてあるのにさ、実際さ、子供向けのお菓子かと思いつつ、普通に大人でも食べるっていう。おやつカルパス、くそうめえこれ。うわ、これうまいな。なんで俺これあれなんだろう。なんか、普通に酒のつまみとしてなってる。なんか本来は お子様向けのなんかおやつなんだろうけど。
これすごい売れてるからな、これ Amazon で。810件のカスタマーレビューがある。すごいな。ちなみに値段が491円で50本入り。うわぁ、これは確かにハマるのわかるわ。これうまいわ、確かに。うわぁ、これうまいわ。間違いない、これ。ハマるって。お子様から大人まで幅広い年代の方に支持されてる。これ絶対つまみにいいな、これ。本当に。これおつまみ、酒のつまみ、特に酒のつまみに超いいぞ、これ。うわぁ、これうまいな。半端ねえな。これはうまい。これあれだな。マジでうまいわ。参った。これ今度はあれだ。箱で買おうが、箱で。ただほんとバクバク食っちゃうんだよ、こういうの。サラミはやっぱね、美味しくてバクバク食っちゃうよね。間違いなく。サラミ、うん、だって駄菓子のカテゴライズでお前1位だぞ。この野外の おやつカルパス50本。はあ、間違いない、うまいな、うまいな、これ食べたら止まんねえぞマジで。飛ばねえわ、これは。これは止まんない。でもさ、うまい棒の方がさ、食べ応えはあるよね。うん。個人的に。だからやっぱ、うまい棒のサラミ味が、やっぱり、好きだな。まあでも、うまいんだよな、確かに。野外のその、おやつカルパスもうまいんだけど。なんかね、おすすめ、リスナーさんでなんかおすすめのね、安くて、いや、これはつまみになるなっていう、なんか自分しか多分やってないような、購入しないような、なんかこう、なんかそういう、おつまみとかあったらね、下のコメント欄にね、書いてください。お願いします。こちら、朝日のスーパードライ。これは当たり商品だな、これな。これは美味しい。これはめっちゃうまかったな。うん、うまい。間違いなくうまいね、これはね。コクはそんなにないだろう、これ。コクはそんなにないでしょ。甘みもまあない。甘みはまあないでしょ。そこまで別に苦くもないしな。香りはすごいよ。強いです、香りは。これは美味しい。久々にうまかったビール。これはあれだな。これは買いですよ、皆さん。久々の五つ星、2155です。ご視聴ありがとうございました。